はい、皆さんこんにちは。ボクサフィット代表キアです。今回はですね、用具、ボクシンググローブ、シューズなどそういったものについて説明させていただきます。まずグローブですね。まあ、一般的にはですね、これ今持っているのが8オンス、まあ、これが一番ちょうど練習するのに最適かと思います。で、まあ、あとはですね、これよりちょっと薄いタイプがありまして、パンチンググローブですね。それで拳を鍛えるためにわざとそれで練習していくのも一つの手です。で、それでだんだん慣れてきましたらですね、これ14オンス、スパーリング用ですね、スパーリング用のグローブとして、これでまあ、スパーリングをいきなりするわけではないんですが、ディフェンスの練習をしたり、まあ、マスボクシングといって、実際当てないですが、この雰囲気を掴んでいく練習、そういうのをやるためにこの14オンスを買っておいた方がいいと思います。グローブの、選び方なんですけども、皆さん最初いろんなメーカー、いろんな種類のグローブあるから迷われると思うんですよね。で、まあ、今回これウイニング日本製です。まあ、世界でも一番いいと言われてます。まあ、その代わり値段もやっぱり一番と言っていいぐらい高いんですが、何がいいかと言ったら、やっぱり日本人にまず合ったような形で作られてます。で、物持ちもすごいいいです。で、やっぱり使ってて、やっぱりその長持ちしますし、なんだろう、本当にしっくりする形でできてますので、まあ、日本人には本当におすすめです。ただ値段がちょっとだけ高いです。で、他にもですね、タイのツインズだったり、まあ、アメリカエバーラストなり、で、他メキシコだったり、まあ、いろんな国で、グローブ作ってますけども、やっぱりですね、そういったものを実際お店へ行けたら、お店でショップではめてみて、で、自分の形に拳にしっかりフィットするやつ、それを選んであげるといいと思います。で、あとシューズですね。シューズもやっぱりいろんなエバーラストだったり、いろんなメーカーあります。日本でも、まあ、ミスノだったりアシックスだったり、いろんなメーカーあるので、実際ショップに行ってですね、自分のサイズ、足の形、個人差ありますんで、それを、実際履いてみて、でちょっと軽く紐を結んでみて、それでちょっとチェックして、それから購入されるといいと思います。あとはヘッドギアですね。ヘッドギア、ヘッドギアはやっぱりね、今フルフェイスといって、こう鼻のところを守るタイプもあるんですが、最初はこういうちょっと開いた部分、視界がいい部分で、こっちのこういったオープンギアの方が使い勝手がいいと思います。で、慣れてきたら鼻を守るタイプもいいと思います。で、まあ、よっぽどね、ちょっとディフェンスに自信ない方であれば、そのフルフェイスの鼻にガードのあるタイプも使ってもいいかと思うんですが、まあ、まずは最初はこのオープンギアを使って、それで、まあ、ディフェンスの練習なりマスなりで、そこからスパーリングに入っていくと、そういう感じがいいと思います。以上です。